角名忠師将は四4年9月22日は日本の剣道家。流派は水府流、北新一刀流。称号は大日本武徳会剣道藩士。代々水戸藩付家老を務める角名家の8人兄弟の4人目として生まれる。3歳の時母を亡くす。幕末期に水戸藩では内乱が起こり、父、慶一氏は天狗党の武田幸運祭に組地獄中止。長兄。 ただなおは切腹。時系、左近と聖は、元服前であったことから、死罪は免れたが、座敷牢に遊兵された。聖は、源氏元年から明治元年まで、約5年間遊兵された。明治元年、維新の御社で解放される。水戸藩校、行動館で、豊島原発に水不流剣術を学び、免許改伝を受ける。明治5年に、行動館が閉鎖されると、 昨日したという、明治15年、元見と藩屋倉奉業で、行動館剣術指南役であった、小沢虎吉の道場東武館に入門。虎吉に、北進一東流剣術を、虎吉の長男一郎に、日田宮流抜刀術を学び、いずれも免許改伝を受ける。東武館での稽古相手に、内藤隆二がいたが、内藤は角名が入門した翌年に上京して、開国修行を開始した。 明治18年より、元玄武官塾島で、茨城県警察本所激権師範の下江秀太郎が、東武官で剣術を指南し、門名は、下江の教えを受けた。明治21年、警視庁激権世話係となっていた、下江の招きで、警視庁に出資し、富岡門前署激権世話係となる。同年10月、開国修行を終えた、内藤隆司も警視庁に出資し、 下江の圧戦でカドナと同じ富岡門前書に配属された。その後、下江、内藤と共に、下屋書に移動する。カドナは、下江の技を最も受け継いだと評されるようになる。明治25年、神田小川長書の激犬世話係副主任となり、初めて、下江と別の書に移動となった。当時の神田小川長書の激犬世話係主任は鏡、新明智竜氏。 学館四天皇の一人であった、金松直門であった。明治二十六年、千葉県へ武者修行の旅に出て、香取新東流十七世、飯野森貞の道場を訪ねて合わせを求める。道流は、他流試合を禁じているため断られたが、同地に北進一東流の道場を開いている豪能宅を紹介され、その豪能宅で100人相手に9時間連続の、 立ち切り傾向を行った。同年、警視庁の各所に試合を挑んだ、本間三郎に、内藤隆二、徳能関四郎、柴田守守ら世話係が、次々と破れ、角名も破れたが、再度の試合で勝った。この角名の勝ちが警視庁側の唯一の勝ちとなった。さらに、同年、皇宮警察の猿田東之助と対戦し勝利する。明治27年、 日清戦争の混乱からの居留民保護のため、警視庁の激犬世話係たちが朝鮮半島に派遣された。門名は、平壌の戦いで、辰巳直文が率いる不評大十旅団に属し、ある状況で、新国兵28人を切った。明治31年、下江が愛知県警察部に転勤。明治32年、内藤が警視庁を退職し京都の第二本。 武徳会本部教授に就任。同じ頃、門名も神奈川県警察部に転じる。横浜に道場、乗用館を開き、大日本武徳会神奈川支部の設立に尽力。同年、大日本武徳会から青年賞を授与される。明治37年、妻、奈美子が死去する。二人の間に子供はおらず、角名は、独身となった。明治四十年、内藤の招きで、 京都の大日本武徳会本部教授に就任。技の門名、木の内藤と並び称され、大日本武徳会の総壁を成す。明治44年、剣道系制定のため全国から25名の剣道家が選抜され、委員会が発足した。門名はそのうち5名の主査の一人に抜擢された。約1年間の討論を経て、大正元年に大日本帝国剣道方を、 発表した。大正2年、第二本部特会から、藩士号を授与された。藩士は60歳以上との決まりがあったが、角のただし、内藤隆二、隆サ佑三郎は、特例での授与となった。大正8年、37歳年下の女性と恋仲になったことで、第二本部特会本部を解任された。女性の名は、愛子と言い,い、元議員の芸であったと言われる。 解任されるほど問題のあることであったのかはわからないが、この年、第日本部特会副会長兼武術専門学校校長に就任した西久保高堂が後期粛清に力を入れていたことも影響したのではないかと考えられている。本部を解任された門名は愛知支部教授となり、名古屋に移住した。名古屋部特伝で指導し、 第8高等学校等でも、師範を務めるなど剣道を続けたが、剣道家との個人的な交際は拒絶して、愛子と陰性した。愛子は、カドナ失脚の原因となった女性として、世間の好奇の目にさらされたが、カドナの傍らにあってよく使えた。第日本剣道史を表した、堀翔平は、60代のカドナ忠しについて、高野佑三郎。 内藤隆二より大いに優れていた。65歳くらいが森だったと思うと評した。この頃門名は、舞を剣道の夢を見ないようではダメだと言った。昭和4年、門名は、宮中天覧試合で審判員を務め、同年9月22日に死去した。昭和6年、愛子は、京都南禅寺に門名正と奈美子の墓を混流した。秘文は 東京帝国大学教授の塩谷敦氏が選した。愛子は、その後剣道関係者の前から消息を絶ち、昭和52年に85歳で亡くなった。愛子の墓は、角名ただし、奈美子夫妻の墓に並んで建てられた。ありがとうございます。